ユイと、ごめんなさい。なんでいきなり謝るんだ。この間の白い花のこと調べるって言ったのに、まだ名前分かってないから。いや全然いいよ、別に急いでるわけじゃないし。っていうか調べ続けてくれてありがとな。私絶対見つけるから、花の咲いてる姿見せるから待ってて。分かった待ってるよ。でも無理しないでくれよ、時間のある時でいいからさ。待って。ん、なんだ。そのなんだろう、何か言いたいことがあるみたいだ。プレッシャーかけても悪いし、ちょっと待ってみるか。ユイと最近胃の調子どう？え、胃の調子？そう言われてみれば最近ちょっと食欲が落ちてるかな。ちゃんと薬飲んだ方がいいと思う。ありがとう、そうするよ。でもなんで胃の調子が悪いって分かったんだ？私の超能力。あ、そっか、つぐみは透視できるんだもんな。それで俺の内臓まで見えちゃったのか。いつも人の体は見ないようにしてるんだけど、加減が難しくて時々少し見えちゃう。便利な超能力だけどそれはちょっとグロそうだな。大変なんだな、つぐみも。ごめんなさい、体の中勝手に見ちゃって。いいっていいって、そんなこと。内臓ってなんか裸より恥ずかしくないような感じするし、それにわざわざ俺のために言ってくれたんだろ。黙ってればバレなかったのに、だからありがとな。でもやっぱり良くないことだから。つぐみ、どうしてそんなに自分が悪いって思うんだ。私昔もこういうことあったの。子供の頃、今より超能力をうまく使えなくて、見ちゃいけないものいろいろ見ちゃってた。体の中、部屋の中、人の秘密とか、見られて嫌なものもいけないことだってまだ分かってなくて。それで友達の隠し事勝手に見ちゃって、みんなの前で話しちゃったの。そうしたら友達も大人の人も私のこと怖がって遠ざけられて、みんなに嫌われちゃって、これ以上嫌われたくないって思ったら、だんだん人と喋るの怖くなったの。だから私、人の秘密は見たり話したりしちゃダメだってずっと気をつけてた。なのにまた。そんなのひどすぎる。うん、私ひどいことしてた。いや、つぐみのことじゃないよ。だってつぐみはまだ子供で自分じゃどうにもできなかったんだろ。それなのに大人まで一緒になって仲間外れみたいにするなんて、子供の頃のつぐみがかわいそうだ。あのでもそんなに辛いことばっかりじゃなかったから。そうなのか。
今の話聞いた感じだとめちゃくちゃ辛そうだったぞ。人間の友達はいなくなっちゃったけど、その代わりおじいちゃんが植物のこと教えてくれたの。私のおじいちゃん盆栽が好きで、植物も詳しくて、植物は物言わぬ友なんだって教えてくれた。物言わぬ友。そう、言葉では何も喋らないけど、枝ぶりとか葉っぱのつき方でいろんなことを伝えてくれる。それに人間が寂しい時には何も言わずに一緒にいて寄り添ってくれるんだって。その話聞いて私も植物が好きになったの。そっか、素敵なおじいさんなんだな。いろいろと話してくれてありがとな、つぐみ。ゆいとも聞いてくれてありがとう。体大事にして。あ、気をつける。物言わぬ友か。つぐみも言葉じゃあんまり喋らないけど、いつも周りのこと気遣ってくれるよな。植物が好きなのは親近感みたいなところもあるのかも。何か困ったことある？今のところは特にないかな。何かあったらいつでも言って。私ユイとの力になる。頼りないかもしれないけど、私先輩だから。ケンマに何か話しておくことなかったっけ？感謝する。
ユイト、来てくれたのね。元気そうで何よりだわ。あ、はい。そちらも元気そうで、よかったです。もっと普通に話してちょうだい。上司と部下の関係というわけではないんだもの。それもそうかな。じゃあ遠慮なく。話したいことって何かな。実はね、現場の様子を聞かせてほしいの。強化隊の一員として一緒に戦っていた仲間だから。今は別々の立場で戦っているけれど、そちらでちゃんと元気にしているか、つい気になってしまって。現場なら元気そうだよ。でもそう言われるとたまに疲れてそうな時もあったかな。やっぱり心配だわ。あの子は真面目すぎてちょっと不器用なところがあるから。仕事ばかりじゃなく何か趣味を作ったりして気晴らしができるといいのかしらね。強化って本当に仲間のことを思いやってるんだな。ちょっと玄馬が羨ましいよ。俺にもそんな風に親身になって世話を焼いてくれる人がいたら心強いだろうなって。まあそんな風に言われるとなんだか照れちゃうわね。ユイトには私みたいなおせっかいさんはいなかったの？親父も兄貴も仕事が忙しかったからな。お手伝いさんとかもよくはしてくれたけど、強化みたいに優しく見守っててくれるような人はお袋が死んでからはいなかったかな。私だってそんな立派なものじゃないわよ。海抜軍として一緒に戦った仲間は私にとって家族同然ってだけ。みんながちゃんと元気でいるか、離れていてもつい気になってしまうのよね。それに私が気にかけているのは玄馬だけじゃないわ。あなたのことだっていつも心配しているのよ。え、俺も？そうだわ。せっかくだからあなたのことも聞かせてもらいましょうか。病気なんかしてない？うん、まあいろいろと忙しかったりはするけど、今のところは元気かな。本当？忙しくても食事は3食ちゃんと食べるのよ。風邪をひかないように夜はあったかくして寝なさいね。あ、そうだわ。最近手に入れたいいお守りがあるのよ。どこにあったかしら。いや、いいって。そこまで心配しなくても俺は十分元気だから。なんか恥ずかしいな、こういうの。母親に世話焼かれるのってこんな感じなのかな。あら、そう？残念ね。まあいいわ。また今度ゆっくりお話ししましょうね。ああ、それじゃあまた。でも、なんで強化は俺のことまでこんなに気遣ってくれるんだろう。強化隊にいたわけでもないし、今までそんなに接点もなかったような気がするけど。遅いぞ。僕は待たせるなと言ったはずだ。どうせどれだけ早く来ても文句言うんだろ。それで話って何なんだ。探しているものがある。お前瀬戸さんから何か荷物を預かったりしていないか。
瀬戸隊長の荷物？いや、俺は何も預かってないけど。そうか。以前瀬戸さんが僕に渡したいものがあると言っていたんだ。結局その約束は果たされなかったが、もし瀬戸さんがどこかにそれを用意していたなら受け取りたいんだ。なるほど。つまり瀬戸隊長の形見ってことか。そういうことだ。預かっていないなら、瀬戸さんが荷物を置いておくような場所に心当たりはないか？瀬戸隊長が何か置いとく場所っていうと、アジトかな。記憶にある限りそれらしいものは見てないけど。見たのに忘れているんじゃないのか？そんなこと言われてもな。こっちはそもそも具体的にどんなものかも知らないんだぞ。きっと何かの包みか箱みたいなものだと思う。多分。とにかくもう一度アジトの中をよく見てみろ。待てよ、もしかして俺に探せって言ってるのか？こっちだってそこまで暇じゃないぞ。僕だって暇じゃない。お前の念力を使えば探し物も効率がいいだろう。単なる適材適所だ。なんか偉そうだな。頼む側なんだからもう少し謙虚な態度でもいいだろうに。でももし本当に支店宛ての贈り物があるなら、本人に渡してあげた方が瀬戸隊長も喜ぶかな。仕方ないな。わかった、俺が探してみる。でも何も見つからなくても拗ねるなよ。な、子供じゃあるまいし拗ねたりするか。いいから早く行ってこい。戻ったということは何か見つかったのか？ああ、アジトの隅で紙伝宛に名前が書かれたケースを見つけた。目的のものかどうかは分からないけど。見せろ。これは戦闘用のマスクか。瀬戸さんが僕にこれを。やっぱり瀬戸隊長の贈り物だったんだな。一緒に入ってるのってメッセージカードかな。ああ、そうみたいだな。紙伝へ。俺の正体に入れてやれなくてすまなかったな。代わりと言ってはなんだが、俺からのプレゼントだ。このマスクには特殊な電極が埋め込まれていて、放電の指向性がコントロールしやすくなる。俺のと同じタイプだが、お前用に調整した特殊品だ。よければ使ってくれ。紫伝、お前は俺が見てきた海抜群の隊員の中でも一番の努力家だ。きっとまだまだ強くなれる。だから自分の力をちゃんと信じてやれ。お前なら俺を追い越してもっと先にだっていけるだろう。だが俺もまだまだ負けるつもりはないぞ。お互い切磋琢磨して頑張ろうな。瀬戸さん、そんなに僕に期待してくれてたなんて。くそ、僕はもっと瀬戸さんに教わりたいことがあったのに。紫伝、瀬戸隊長と仲良かったんだな。海抜群でこんなに僕の力を認めてくれていたのはあの人だけだ。僕にとっては特別な先輩だった。俺は短い間しか一緒に戦えなかったけど、瀬戸隊長がすごい人だったことはわかるよ。冷静で頼りがいがあって、誰にでも優しくて、俺もいつかあんな風になれたらなって思う。お前が瀬戸さんみたいにだと？気安くそんなことを言うな。お前程度のやつが瀬戸さんのようになれるなら僕がとっくになってるさ。そんな言い方はないだろ。そりゃ高い目標なのは分かってるけど、俺だって頑張れば。お坊ちゃまには分からないだろうが、
世の中は頑張ってどうにかなることばかりじゃないんだ。自分が瀬戸さんの域に達するなんて、身の程知らずなことを軽々しく口にするな。分かったよ。もう何も言わない。用事が済んだんなら俺は帰るからな。おい待て。なんだよ。まだマスクを見つけてくれた礼を言ってなかっただろう。よくやった。今のが俺のつもりかよ。瀬戸隊長のためだったからな。また何かあったら声をかけてくれ。気が向いたらな。偉そうで口が悪くて人当たりは最悪だけど、根っから悪いやつではないんだよな。多分俺も瀬戸隊長ぐらい広い心を持てれば、あいつの見え方も変わってくるのか。あれ、ゲンマ、どこかに出かけるのか。ああ、墓参りにスメラギ寮へ行ってくる。あそこの合葬墓に知り合いが入ってるんだな。ゴタゴタしている時にすまない。なるべく早く戻るつもりだ。スメラギ寮か。迷惑じゃなかったら俺も一緒に行っていいかな。ゲンマとどこかに出かけたことってなかったし、俺スメラギ寮の雰囲気好きだし。そうか、俺は別に構わない。では行こうか。ゲンマまだ戻ってこないな。ま、お墓参りはゆっくりしたいよな。せっかくだし待ってる間におみくじ引いてみるか。バッキーちゃんコラボまだやってるはずだし。うわ、すまん待たせたな。どうした、何か問題でもあったのか。それはおみくじか。おみくじにまだ持ってないバッキーちゃんの悪気がついてたんだよ。悪気、つまりキーホルダーか。お前は本当にそのバッキーちゃんとやらが好きらしいな。だってほらめっちゃくちゃ可愛いだろ。この丸くてもちっとしたフォルムと癒し系の表情。そういうものか。あ、いやすまん、俺には若者の感覚がよくわからないんだな。それは流行っているのか。ああ大人気だよ。雑誌でもよく特集組まれてるし、スメラギ寮のおみくじともコラボするぐらいだしね。気になるならゲンマも引いてみるか。いや俺はいい、もう十分長居してしまった。久しぶりの墓参りで報告することが多くてな。合葬墓に行くって言ってたよな。誰のお参りだったのか聞いてもいいか。俺の両親と友人たちだ。家の墓はもともと別にあったんだが、数年前に墓じまいして合葬墓に入れてもらった。墓じまい。俺には兄弟も子供もいない。ギャリソン家が俺の代で終わる以上、個別の墓はいらないということだ。でも将来子供を作る可能性はあるんじゃないか。海抜群を退役してから結婚する人も多いって聞いたけど。
要領のいい奴らはそうするんだろうが、俺は戦い以外のことは何も知らずに生きてきたからな。それに退役する以前に戦死する可能性もある。ここに眠っている友人たちのように。まだゲンマは退役してないだろ。なのにもう人生の終わりのことを考えるのか。俺の実年齢はもう50過ぎだ。海抜軍なら人生の幕引きに思いを巡らせるのは普通だと思うがな。そういうものなのかな。俺は50過ぎってまだそんなことを考える年齢じゃないと思ってたけど。それにもしかしたら今から大恋愛するかもしれないし、この先何が起きるかなんて誰にもわからないよ。大恋愛か。いや、さすがにそれはないと思うがな。まあ可能性が全くゼロだと言い切るつもりはないが。そう、可能性はまだあるよ。いつもやらないこととかをあえて体験してみたら何か起きるかもしれない。老け込んでる場合じゃないって思うようになるかもしれないよ。老け込んでいるか。あ、ごめん。いや、まあ実際老けているのは事実だ。それだよ。それが良くない。良くないっていうか、もっと前向きに行こうよ。ゴーホーチルドレンだろ俺たち。もっと子供っぽさを取り入れようよ。子供っぽさ、例えばなんだ。まさか缶蹴りや駒回しじゃないだろうな。いや、それは古代の子供になっちゃうけど、あえて今の流行りを追いかけてみたらどうかな。新しい流行か。いや、やはり俺には。そういえばこの前バッキーちゃん特集が載ってた雑誌に流行りの店とか食べ物の情報もあったな。俺も少し興味あるし、今度一緒に行かないか。正直なところ気は進まないんだがな。お前なりに俺のことを考えてくれているのは分かった。そうだな、一度ぐらい付き合ってみるとしよう。やった。それじゃ俺もっとよく調べておくよ。ありがとうゲンマ。いや、それはこちらの言葉だ。よろしく頼む。当たり前の話だが、ユイトは若いな。そりゃゲンマよりは若いかな。俺にもそんな時代があったはずなんだが、大したことは思い出せない。今しかない時間を大事にするといい。なるほど、お前という人間が少し分かった気がするぞ。俺もゲンマのこと少し分かってきたかも。そろそろ休んだ方がいいな。ユイト、起きて。テレビ、ワイドショー。10日に発生したカレン・トラバースによるスオー事変は様々な混乱をもたらしています。中でもカレンの命令によって行われたスメラギ議長の暗殺はニューヒム家に大きな衝撃をもたらしました。父さん。当番組では実行犯と目されるカサネランドールの似顔絵を作成しましたのでご覧ください。カサ
ね。なんだこれは。ひどい。凶悪なカサネ・ランドール容疑者の特徴をよく捉えていますね。おい、みんなテレビ見てるか？渡る。いや、カサネのあれさ、ランドール家も海抜群も写真データの提出を拒んだらしいぜ。カラスの中継データも処分されてた後だったから、仕方なく似顔絵が公開されたんだって。いや、ちょっと重ねに同情するわ。あ、悪いユイト、同情とかしちゃいけなかったな。あ、いや、ごめん、俺もちょっと同情した。ユイト、ちょっと笑った。よかった。え、あ、そうか、俺本当にみんなに心配かけてたな、ごめん。心配ぐらいさせてくれ。俺たちにはそれぐらいしかできんからな。ブレインフィールドの後遺症とかもないみたいだし、本当によかったよ。ありがとな。あの時はみんなの声のおかげで正気に戻れたよ。まるで俺が俺じゃなくなっていくような感覚だった。ブレインフィールドは確かにすごい力だけど、感情のままに使ったらダメだ。あの時の俺は冷静じゃなかった。リスクのでかい大技だって知っちゃいたけどさ、正直ここまでヤバいもんだとは想像してなかったな。超能力は感情に左右される。ブレインフィールドも同様だろう。制御さえできれば強力な決め手にはなるが、使い方次第ってこと？ちょっと怖いけど。とりあえず使うんなら十分注意してくれよ。あんな空間にずっといたら誰でも変になっちまうぜ。あ、そういやこれを伝えなきゃだった。スメラギ本部長から呼び出した。本部まで来てくれ。兄貴から？うん、わかった、すぐ行くよ。あと渡る、妹さんのこと。はるかのことか？気にすんなって。あいつ俺と違ってふっかるだから、カサネたちの面倒を見てるうちにほっとけなくなったんだと思うぜ。だからひょいひょいついていっちまったんじゃねえかな。え、渡るの妹ってカサネたちと関わりがあったのか？あ、ユイト知らなかったっけ？はるかちゃんカサネたちのオペレーターなんだよ。ま、そういうことだから本当に気にすんなって。でもありがとな。こういうの照れるな。よし、ほら、本部長に怒られる前にさっさと来いよ。よし、スオに戻ろう。ユイト？どうしたの？急に立ち止まって。さっきまでアジトで話をしてなかったっけ？お前、何を言っているんだ？何をって、いつスオに戻ってきたんだ？お待たせしました。カラスが近づかないように取材禁止を徹底させたので今回は大丈夫ですよ。え、ルカさん？ユイト、隊長はあなたです。僕のことは呼び捨てにしてくださいとお願いしたばかりじゃありませんか。え、待ってください、俺が隊長？スオ事変の時に臨時隊長になった話ですか？違うよ、それじゃなくて
さっき吹雪連隊長から任命されたじゃない。え？さっきっていつだ？ユイとヘン。渡る、ユイとの大脳データに何か異常は出ていないか？いや、特には。ユイと、もしかしたら吹雪連隊長と面会したことを覚えていないんじゃないですか？はい。僕らは海抜群の01小隊に再編成されました。新隊長は君で、これから紹介任務に出るところです。嫌な予感がします。できればすぐに海抜群病院で見てもらった方がいい。任務はいいの？やばそうならこっちから上層部に連絡回すぞ。隊長はユイトです。僕から強制はできませんが、なるべく早く海抜群病院に行ってもらえませんか？そうだよユイト、見てもらえば安心じゃないね。そうしようよ。そうだよな。うん、そうするよ。よし、任務のことは俺から上に報告しておく。海抜群病院の行き方は？ここっておじさんが理事長やってる病院だから私が案内するよ。それにおじさんにメッセージ送っといたから、ちょっとずるいけどすぐ見てくれると思う。心配することはありません。おそらく疲労のせいですね。超感覚刺激ホルモンが過剰に分泌され、脳の記憶を司る分野で一時的な混乱を引き起こしているだけでしょう。ホルモンの分泌を抑制する薬を院内薬局で処方しますので、症状が出た時はそれを飲んでください。はい、ありがとうございました。で果敢に怪異を討伐し、スオを守った英雄ユイとスメラギ上等兵、この度異例の昇進によってゼロ一小隊の新隊長に任命されました。なんだこれ、こんなことしてないぞ。君には不本意だと思うけれど、こらえてくれ。カイト本部長と政府からの要請だ。君は救国の英雄として祭り上げられる。いや、そうだ、確かそんな話をした。でも前後がやっぱり思い出せない。それでは救国の英雄ユイとスメラギ上尉の歩みをご覧ください。あんなニュース見なくていいよ。マスコミなんて勝手なことばっかり放送するんだから。それよりどうだった？何か分かった？ああ、うん、疲れてるだけだって。薬が出るからもう少し待たないと。スオー事変で国賊カサネランドールの狂人に倒れたジョー・スメラギ評議会議長、その悲劇を乗り越え我がニューヒムカのために完全と立ち上がったユイとスメラギ勝利は。ああねえ、まだ時間がかかるんならちょっと病院の中を見てみない？さっき案内する途中で診察の順番来ちゃったし。花火は優しいですね。まあカラスどもの国威高揚番組を見ているぐらいならその方がマシだろう。うん、そうしようかな。
あ、ちょっと待って、あの女の人困ってるみたいだ。あの、何かお困りですか？あ、すみません、私、あの、ベルペッパーなので病院内のビジョンが全く見えなくて。え？ベルペッパー？あ、ごめんなさい、無能力者なんです。だから能力を使ったシステムは認識できないんです。すみませんが、脳神経内科はどちらでしょうか？お、私がご案内します。無能力症の人のことをベルペッパーって言うのか？ベルペッパーってピーマンのことだろ？ああ、ユイトってマジで育ちがいいのな。まあ、なんていうか、能力が空っぽだからみたいな意味合いかな。ひどい言い草だな。そうですね。でも無能力者自身も自分で無能力者というよりベルペッパーということが多いんです。能力がないと認めるのが心理的に抵抗があるというか。能力が使えないと、きっと生活が不便。ええ、そうですね。町のビジョンもサイネットもあらゆるシステムは能力が備わっていることを前提として作られていますから。人口の 0.1% が無能力症だというデータもあると聞いている。政府はもっと能力弱者への配慮を推し進めるべきだと思うのだがな。海抜群病院では無能力者の治療研究が進められている。そうです、無能力者をなくすというのが政府の方針なんでしょうね。ベルペッパー、なんだろう、何か思い出しかけたような。の花火、変な顔してる。うん、さっきの女の人を脳神経内科へ連れて行ったら、看護師さんが急患のバスの時間がどうとかって話してて、急患をバスに乗せるなんてあるのかな。バス、きっと聞き間違いだよね。ごめん。バス来てる、地下に。地下？なぜ病院の地下にバスが来るんだ？送迎バスなら地上の正面玄関につけるだろう。そもそも地下道路は基本的に町の外に行くための特別道路のはずだが。こっちには海抜群病院のデータが一切ないんだ。だから病院の中がどうなってるのかはわからないな。まあ、町の外の休館を運び入れるための地下ターミナルはあってもおかしくはないんじゃないか。休館、そういえば一条海抜群病院の休館が周防の外にありましたよね。それって六小市のこと？あそこなら10年ぐらい前に怪異の大襲撃があって、町の痕跡も残らないほど破壊されたって聞いてるけど。そういえばそんな事件があったな。花火も昔は六小市に住んでいたのか？ううん、うちのお父さん昔は一条の本家からは感動されてたから。私は生まれも育ちも周防なんだ。だから六小市にはたまにしか行かなかった。あ、でもユイトが入院していた病院は六小市にあった旧海抜群病院だよね。私お見舞いに行ったもん。ああ、六小市が襲われた時にお袋も怪異に殺されたんだ。嘘、バスの中にナギがいる。え、ナギが？うん、生死不明者にリストされてたし、見間違いかもしれないけど。悪い、こっちじゃ捕捉できない。病院の中はこっちのアクセスが禁じられてるんだ。わかった、つぐみ、ナギを乗せたバスが向かった方向を教えてくれ。位置データを送った。六小市跡。
海抜群病院の休館がある方角。みんな付き合ってくれ。凪が生きているなら会って話がしたい。そうだな、本当に凪だったのかどうか確かめた方がいい。いつでも前線に出られるように日々の鍛錬は欠かしていませんよ。
僕の超能力は扱いが難しいですが、お役に立ちますよ。